あ、あ。どうでーす。音下げるのと、改造野獣の必修用って。そういう、昨日は8月10日か。いろいろ問題もあったらしいですけど、終わりました。よし。今日って木曜日か。まあ、軽くだな、3時間くらいやれればいいぐらいで考えております。エイペックスもそうだし、まあ明日も休みだけど。よし。やだーって。わかる。休みが削れていくこの感覚。何事にも。あれ？音が俺に聞こえていないんだか。あれ？配信で、あれ？止まってんじゃん。っていうか、あ、まあ、レコ。PS4 破壊配信。あれ？こういう時の対処をどうすればいいんだろうな。ちょっといつも。こういう時どうすればいいんだろうなと思うんだけど、再起とかってあまりこじゃなくて、あまりこ使ってた時はな、あまりこ再起するだけよかったんだけど、普通画面がなんかえらいことになってる。そうなってる、ちょっと今やっとついた、ついたついた。音が増えてくんだ。オープニングじゃなかったのかやってる。違います。あ、音来てないんだよ。ちょっと待ってくださいね。なんか俺の方の音めっちゃ遅れてくんだけど、なんで？なんか俺の方の音めっちゃ遅れてくんだけど、あれするわ。まあいいや、そんな、まあ、大きな問題でもないんだけど、なんか OBS が変なのかな。教会に行って、そう、行きましょうか。これ大丈夫だよ、配信な。キーの K ね。私が私自身としてやるべきこと。ブレインの撃退。結構いっぱい、あれ？ネイルハンマーとか、ラチェットスパナってさ、あれ？
レイルハンマーとラチェットスパナってあの人を持ってるじゃないですか。宮田じゃないの。PS1 にしてはプライオリティ頑張ってるやつ。これは PS2 ですね。あ、ちょっと待ってください。なんか、あれだな。PS1 かと思った。なんかちょっとアマレコっていうか、あれだな。キャプボが疲れてるのかかな。戻ったわねって。戻りました。たまにあるんですよ。めっちゃいいんじゃん。こんなゲームやってるかって。これが3人の猟銃使いかな。3人の猟銃使いと不思議な絵本ね。ガラクタばかりで役に立つともない。とりあえずこっち行くか。マッキー10発しかないからな。いや、こいつを倒すよりもブレインを探した方がいいや。あいつはあんまり追ってこないからな。ドラだらけの封筒、竹内玉宛ての手紙。背景、竹内多門様、お問い合わせの件に関して、こちらで確認したところ、27年前にそのような祭りが行われたという記憶はございません。警具、羽生田村役場、広報。回復って何言うんだ。てか、白。よいしょ。アルバムに新生児の写真が集めている、マナジカを示された双子。双子の写真。このゲーム双子は結構鍵っぽいよね。うわわわ。双子の新生児が映っている。新生児の左に隅でマナジカを描くのは羽生田村に伝わる魔除けの風習である。へー、怖いな。取り違いとか起きそうだよ。あんな一緒の、あ、でも足になんか描くんだっけ、生まれた瞬間。上だ上だ。いた。ちょ、もう一回。え、しかも、ああ今これ、そっか、あいつに殴られ、わあ、ていうかこいつか。近いな、意外な。ブレインか。ブレインは、まあ、普通に、あれか、なんだっけ。ブレインジャック。ブレインジャックじゃなくて、視界ジャックで探せっていうのが、いいか。どれかがわからないっていうのが、まあ、あれだよね。あれ、大抵のブレインは、あれなんだよね。逃げ回ってるだけ。これは視点が低いから違う。こいつの可能性高いよな。違う。こいつの視点が違うから低い。低すぎるよ、下の視点が。
こいつかなってことは。違う、こいつは領主使いだ。ん？領主使いを一人ジャックできてない可能性ある。こいつ、こっから見える、この、左上の足場のやつの視界ジャックはジャックできてないんだね。とりあえずこいつか。ん？これマナジカのね、赤。中に何もない。マナジカの墓。超低空しない。もうなんかボンドキって感じがしてきたよね最近な。こいつ詰まってないか。近くに墓が、近くに、ね、墓地があるんだけど、墓地墓場墓場墓地でいいんだよ。墓地があるんだけど、そこにいっぱい車が止まってるわ。こんな時で、まあ、もう何年も行ってない人もいるんだろうけどね、墓参りとかって。コロナだからなーっていう言い訳も最近通じなくなってきたんだなと思う。コミケもやるしね、普通に。すごいな、コミケやるのってすごいなと思うわ。なんか、中止しそうだなーって、ちょっと思ったんだけど、普通にやるんだって。コミケね、2回ぐらい行ったことあるんだよね。夏と冬、人生逆張ろうぜって。もともと逆張りだからライト逆張ってますね。人生2回ぐらいコミケ行ったことあるけど、まあ夏は辛いね。あれね、夏行く人の気持ちがわからないよ。著作権法違反漫画売り場のことか。いわば。自創作というね、そういう判断で、著作権法。自創作がなきゃ一時物も売れないっていう時もたまにあるんでしょうねって思うよ。どこにいるの？ブレイン。ブレイン走ってる？もしかして。何？ブレインがどこにいるかわからないな。ブレイン大抵走ってるからな。一時捜索して、ことをしてことこそオタクだろうかって思う。まあ確かに、まあ、同人誌とかっていうのは、まあなかなか、でも一時捜索ってまあ結局ね、
なかなかキャッチーなものを作れるかどうかっていうね、あと発信欲みたいな。確かになんかオリジナル本ってさ、俺もあんま買わないんだよね。同人誌とかは。たまに買う程度、本当に。条件法違反違反が違法アップロードされてちょっとダメですよ。あ、神道じゃないこれ。神道のおじさん。え、神道じゃない。めっちゃ来るじゃん。あ、おい、どこちょっと。え、これ神道じゃない。ついに羽まで生えてしまったのか。悲しい祭りだなって。ねえ。え、ついに羽まで完全に自分はなんないっていうあれがあった感じがしたけど、結局ね、なっちゃったのね。志村、志村っていうキャラクターがいるんですよ。このサイレン。かわいそうに。ブレインがドイツなんだ。銃持ってるとかないよな、ブレインがな。ロープ結べば？あ、そう、モンスター化したって。もしかしてこれ、まあそうだよね、これ、十分にあり得るわな。あら、クリアできますね。あれ、ホース、なんか、持ってなかった。あ、だってロープがどっかに落ちてるんだってことは。確かに誰かの時にロープを見つけて、これで達成って言われたんだよな。ロープを持ってるやつがいる。志村のおじさんもついにチビとかして羽まで生えちゃったか。お前だけは正気で会ってくれみたいなあれがあったのに、なっちゃうとはな。こいつはやこいつはちょっと強そうだからね。ロープね。あと、吉村家、中島家、川崎家、高谷家、物井戸、井戸、あとか、排水管、墓地、日の宮蔵。なんか手前な感じしてきたりするなあ。あんまりこれ端っこに落ちてる。あ、でもたまにあるな、端っこにカメラが急に変わってっていう落ち方がな。たまにそういうものの落ち方がしてるから、それの時もあるかもしれないなぁ。コミケの話のこと、コミケがね、ほんと、夏、無理だね。行けない。後悔したわ、夏行って。日焼けはするし、暑いし、もう無限に汗がかいてたもんし。ね、冬だなって思った。ただでさえさ、東京行くとさ、俺汗かくんだよね。湿度が高いのかわかんないけど、すごい汗かくんだよね、東京行くと。
地元が割と乾燥帯だからさ、乾燥帯っていうか、まあ、湿り気がない土地だからさ、多分そういうところで体のあれが乾燥してるところの方が好きだ。寒さは全然気になんだよ。痛い。お、志村、ここが志村家なんだっていうか。ロープを手に入れたい。あ、それサイレン2買いました。買いました。エルカリで買いました。あの車はどうかな？トラックの後ろとか。で、よく、どこだそこ？屋根裏？いいねって。いいですよね。ちょっと、面白い、ね、サイレンね。サイレン2もやります。まあまあいいですね、だった。ワン、ツーとセットで4000円だった。まあ、ワンもまあ、普通にあれとして欲しかったから、まあいいかなと思って。1本2000円って考えればいいかと思って。ちょうど今、いったーと今、ちょうどあれなんだよね。サイレン店やってるんだって、ね。あ、そんなとこにいた？ああ、あれか。羽か。なんか、サイレン店やってて、エルカリさ、ずっとさ、見てたら、変なお面みたいなのがいっぱいあって、こんなクソみたいな商品売ってんだと思ったら、公式商品だった。なんか、普通のお面なの？あれなんかわかんないけど。お面みたいな商品。キャラクターの画像がさ、描かれた絵みたいなのが、紙みたいなのが売ってて、なんかこんな商品が売ってるバカいいのかと思ったら、公式だった。サイレン店見たいな。東京だったら見たかったな。気づくでないからそんな商品しかないってこともなるほどね。新作結構期待されてんだよね。ダサいですね。出たら売れるそうだけど、まあ、出すまでのやっぱりあれがでかいの、プレッシャーがでかいのかな。それとも単純に制作する気がないのか。
あれが倫理観的な問題か、今の。ホラーゲームなんていちいちいろいろ気にしそうだな、今ってね。ポリコレガードか、日の宮蔵、石橋作り、木造り橋。わかんないなぁ。とりあえず、ロープを手に入れればいいことはわかったけど、ロープはどこにあるか話しない。制作の指揮で二人もソニーに抜けちゃったから、あ、そうなんだ。なるほどね。そういうことなのか。龍が如くのヤクザっぽい人も中国に引き抜かれちゃったしな。ブレインは上にいるっていうか、ブレインは下にいることをまあ想定して考えた方がいいよな。ロープでたどれるところの下にいると考えていい。で、ロープがどこにあるかって話やな。必要条件クリアしてそうなんだけどな。どうなんだろう。まだなのかな、それとも出てないところはなんかそれって感じもするんだよな。じゃあ一回違うとこやるか。大体分かったし。なんか音ちっちゃくなったね。大きい、ね、上に行くんで大きくなった。違う日からやるか。高藤玲子。これ、この人全然やってんだよな。ともちゃんはまだ出てない。いや、これ、高藤玲子のこれやんなきゃ結構いけなそうだから、やるか。シンブラの、これ。間違えた。これ違う、これどうやってあれどうやってやるんだっけ。リンクナビゲーションで音が不安定だな、今日なんか。リンクナビゲーションでルックキー、あれどうやってどうやってこのステージやるんだ？あれ？ステージのやり方忘れちゃった。トイレしたいし。ちょっとトイレしてくる。よいしょ。
一緒。あれ？なんかどうやってあれ？これ以降できないの？ちょっと一回。戻りたいんだか。あれ？なんかあれ？できなくない？ん？なんだっけ？え？あれ？プレイってどうやってやるんだっけ？もしかしてシナリオプレイ中ってできないの？新しいところ。そういうわけでもないし、きっとな。まあじゃあこうクリアするしかないのか。でも、ロープなんてどっかにあったかな？ロープ、でもロープ探すしかないんだよな。ロープなぁ。やってる途中はできないんじゃないかな。あ、そうなんだ。知らへんかった。うん、どこだ。あいつか。お、登ってきた。あるとしたら屋根の上にかかってるとかそういう感じか。あ、あすか、志村か。どこだ、志村。志村、うわ、えっ、あっ、ドキドキ体験ですね。足音を立てずにあっちに飛び乗るか。いけっかな。あ、なんかここ道歩くね。気のせいか。これ あ、こいつブレインだ。あ、こんな時に限って狙えない。ちょっと待って、これどうすればいいんだ。いや、あいつ逃げる。待て待て待て。いやー、もうそれいいって。いやいや、一回やり直そう。冷静に。ブレインを撃退するために、まずはシメラを倒す。シメラを倒す。で、次に、アルキシビトはハンマーで倒すことをやる。で、あそこのはしごから降りるところまで行っちゃうとな、なかなか狙いがつけられないからな。まずここでシビトと戦う。ハンマーでね。シメラが来てる。うわ。
この触覚出てんのキモいわ。ネイルハンマー強いな。で、ここに登ってきてるやつも倒す。なに強いんだよ。ちょっと OK で、そうなるんだ。そうなるんだったら、そうし、打たない方がよかったな。どこ行った？ブレインをそれより探せ。ブレイン、ブレイン。ブレインを隠れるのか。やばい、体力が。やばい、あれ撃たなきゃよかったんだな。なるほどね。てる可能性ある。ウェインって本当に逃げ回るんだな。どこにいるかが全然わからない。これやり直した方がいいな、素直に。あそこまではできるようになったから、あそこからどうにかする方法を考えた方がいいかもしれない。それにしてもいねえな、ブレインな。ずっと逃げ回ってんの？もう止まるイメージがあったんだが。視界ないかな。なんか後ろから来てる。止まんねえな、あのブレイン。視界ジャックもできないし、これはやり直した方がいいかな。そこで撃ち落としちゃダメなんだな。戻ってることは？あ、いた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 。つだけはデモブしないよ。死人の巣第二層付近。勝手に抜け出したのね。ダメよ、あの中にいなくちゃ。
ってるの？ノリノリノリ。あ、ループした。オッケーオッケー。とりあえずこれで、あそこ終わったな。で、次は、高藤玲子か。そう、高藤玲子の、これな。この、この全然やってないところ。こんなに取り合わせてる音はね。平坂家の道、道祖神の道、しとかしらの第五社交を探る。第五社交。ああ、ここか。久しぶりのここな。まだ慣れてるステージがよかった。これであんまりやってなかったステージだったら、きつかったけど、まあ、知ってるっていうか、割と何回もやったステージだから覚えてるわ。とりあえずあれだよね、終了条件はあれとして、必要条件を、ね、潰せばいいんだよ。第五車庫ね。順番忘れちゃったわ。ここで手に入れるんだっけ？ここで手にワイヤーカッターを拾う。志村さんの方はこっちか。志村さんのトロッコは。これが第三国王、第三社交ね。アミさん、ここ600ポイントありがとうございます。あ、そっか。誰かの条件でクリアしたの後に来てないんだな、きっとな。それだな、きっと。それで、やり忘れが多いのか、他のステージで。なるほどね。確かに、第五項確かに、あれだもんな。なんか開かなかったもんな、確かな。だっけか、第五項開かなかったな。一つ開かなかったんだよね、鍵がな。ってことは、なんかあんのかな？それ以外が。よし。あ、選挙ポイント、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。よし、これで OK だな。これはやったよな。起動を切り替える。これやってない。すでに達成ですね。はい。この鍵を開けることはできないしな。
あ、石碑を倒す？はいはいはい。この子は、ね、結構みんなの、タモン先生もあったし、誰だっけ、ジュニアの時もあったもんな、この行動な。何か鍵なんだな、この石碑を倒す行動が。またクリアしちゃおう。志村おじいさん次いつ見れるか分かんないけど、クリアしちゃおう。この時の背中の傷が、あの羽を生み出してしまったのかもしれない。東京さ行くだ、おら。これでひとまずいけるね。最後に咳払いをして。まあ、ってことはもう1日目あたりのやつって結構完全クリア近づいてくれてきてんだな。こんなムービーあったっけ？トモコ。ああ、はいはいはい。トモコ。CM 一回。トモコちゃん、一緒じゃないんですか？線広報係、サイレン広報係のお二人の方で、お二人でした。高藤玲子の1日目。いやー、高藤玲子の1日目かよ。家族みんな一緒になったので知れます。あれでは、本当の家族の形なのかもしれない。求めていた。高藤玲子の1日目もあんのかよ。これ嫌なんだよ。特定箇所に晴海を隠し、職員室。ああ。これ本当これ残ってんのやだ。これ本当にめんどくさいんだよな。特定箇所か。便所とか。武器手に入れ替えでもいいのかな。いや、これ厳しいな。高藤玲子のこのミッション本当俺サイレンで一番これ時間かけてる可能性あるからな。
包丁戦とかね、なかなか時間かかるからね。いや、まさか男子トイレじゃないだろうな。これちょっと動き変わってない？女だったっけ？折り返しやがった。いや、女子便所で会ってくれよ。男子便所だったら、うわ、これ、あ、これちょっと貼り付け、ポリゴンの貼り付けやめてほしいよ。ここに隠れますか。あ、ともこちゃん、はるみちゃん。あ、じゃ無理が過ぎるよ、それは。こいつ結構動くのが嫌だよな。あれでもいいのかな、武器手に入れてからでもいいのかな。大体動き知ってるからいいんだけどさ、これ動き知ってるからって最初からやるのがめんどくさいんだよな。女二人、トイレの中、何も起きないはずはなく。なんか今度のさ、なんだっけ、文部科学大臣だっけ、文部科学大臣だっけ、なんたら大臣が、すごいあれに厳しい人らしいよね。なんか、ポルノとか、児童ポルノとか、そういうの、アニメ、漫画あたり厳しい人らしいよ。なんかそれで法律が、なんか結構厳しくなっちゃうんじゃないかみたいな話が出てた。クールジャパンをな、信じてるよな。そんなことをしたらクールジャパンがなくなっちまう。サイレンスだとどちら見ても必要行動とか相場会を達成できるって、便利。まあ、2から便利。1から2はやっぱり便利になって当然のことなんだ。確かに1から2劣化するゲームってあんまりないよね。2から3は結構ああいう感じするけど。あ、どうかな ?1 から2も結構あるか劣化するゲームって。パッとで、おぉ、怖い。ちょ、はるみちゃん、私も隠して。ちょ、はるみちゃん ここ一人すんよ。はるみちゃん、俺を押しのけていったね。やば、ここ隠れる位置としてダメじゃない。しよっか。わ、これバレそう。絶対バレんじゃん、これ。ひとしきりにやってくれ。ひとしきりじゃなくて思い切り。ひと思いだ。
そこで便所で、はるみちゃんがちょっと違った行動を取るから。さっきは無理やり先生を入れてきたのに。女子トイレはあんなにいっぱいあるのに一緒に入るのに、男子トイレはなぜ、一人で入るのか。はるちゃん、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 びっくりした。ってことはここじゃないって書くことか。ってことは残るは3、4年組か。はるちゃん、何やっとんねん。はるちゃん、はるちゃん、こっち。どこ行ったの？びっくりした。先生も強く染みすぎな。怒ってるかもしれない、先生。どんくさくて。マナジか。ここって、この教壇の下は隠れられないんだよ。武器手に入れてからしてみるか。どうなんだろうな、武器手に入れてからでも大丈夫なのか。先生、ん？これ。お。取ったなら取ったと言いなさいよ。ろうそく？お守り？あ、ろうそくか。確かに何もあったんだよ。あ、ろうそくだ。つながったね。お守りかと。ここからクリアまで駆け抜けないといけないんだよね。ねえ。これがね、ここの、これ大勢だるいのに何回もやらされるの、ほんと嫌だわ。校長先生と3回目でこれ戦うの。あんまりよく知らない校長先生を3回目です。校長慣れたの、殴るのも慣れたもんやって。
最初戸惑ったけど、3回もね、ループしてると、もういいかなって、ね、思っちゃう。洗練されてきている動きが。先生。スタミナシステムって地味に嫌だな。確かにリアルっちゃリアルだけど。なんかこのスタミナさ、あんまり追いつかれるってほど疲れるわけじゃないからな、余計になんかイラつくんだよな。これでさ、なんかさ、追いつかれて倒されるぞみたいな感じだったらさ、まださ、なんかあれだったけど、何もないから。いろいろまずい。ちゃん、あ、なんか詰まってる。ラッキーラッキー。よし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 。ちょっと待って。やだー。え、マジで、どういうこと？なんで最初とこじ開けなかったの？オッケーオッケー。なんだかんだ一発、ほぼ一発クリアってことでね。結構20分かかるもん、やるだけでもね。あ、間違った。中藤玲子のあと一個なんかオンダリサ、オンダリサか、オンダリサの1日目ってあれか、何回目って換気扇か。陽動に、え、ちょっと待って、もう一回教えてくれ。書いてた？なんか。あ、床板を探る。床板。あと一人いるはずなんだか。あれ、あと一人。あ、お前、お前、お前か？お前じゃないわ。あと一人。こいつか。オッケーオッケー。うん、ちょっと視界ジャックが長かった今。長い、音大さ得意だね。この長い死に際。
最初の方は武器がないからきついよな。めんどくさいよな。ご利用しが効かないから。床板ね、床板っていうとどっちの民家かかな。いや、来てる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 。戻ってくんだっけ。あ、忘れてた。あ、行動パターン忘れてる。結び、あ、先にブレーカーつければよかったんだ、忘れてた。結び叫ぶってさ、使ったことないけど何使うの。もう嫌になったら最後の手段気絶みたいな、小麦元で叫ぶみたいな感じなのか。やばやば、これ逆に逃げた方がいいよな。こんな面倒かったっけこのステージ。もうちょっと簡単になんかブレーカー回した気がしたんだけど。よし、とりあえずこれ OK だな。で、換気扇を回す。あ、床板、床板を調べてた。そう、忘れてた。床板、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 開ける？お。こんなことあるんだ。こんなことあるんだね。まさか床下にあれがあるとはな。
石器を見たら倒したくなるよなってそういう精神持ってる人たちなんだよ。なんかあれなのかな、共通認識として石碑を倒せみたいなのがあんのかな、全員なんかなんで倒すのかいまいちわかんないよ。よし、これで OK だな。これ、4つもセーブデータあるけどさ、これ、家族みんなでやるのかな？お前、そのお父さん、その霊子の時間やったことないぞ、つって。えって、お姉ちゃんもうそこまで行ったのみたいな。お兄ちゃんまだそこかって。マッキーなやつはクリアできてないなって、そんな感じの会話があんのかね。これか。上が来て、あ、ビキョウくん。とりあえず別に今、上が来たりと何も思わないよ。あ、そっか、つって言って。終わる。最初の夢見て、最初の方だったら嫌だと思う。おばさんのうちの人？ううん。その子ね、イヤちゃんっていうの。一人ぼっちだって言ったら、姉ちゃんになってくれたの。ミヤちゃん、ミヤちゃんも寂しかったんだって。ミヤちゃんはいつも白いワンちゃんと一緒なんだよ。関東へ離婚まであるって内緒なんだミヤちゃんのこと。先生だけだよ言ったの。ミヤちゃん約束なの。誰だ。おばさんにも内緒にしてね。わかった、秘密のお友達なんだ。じゃあ先生はお母さんになってあげる。はるみちゃんの超飛躍。理論の飛躍。まあそうなる気持ちもあるんだろうな。で、何見ようと思ったんだっけ？何見ようと思ったんだっけ俺。あ、そうそう。ミヤちゃんって人が誰なのかが気になるんだよね。ミヤちゃんっていうのは、前田智子じゃなかったんだ。智ちゃんじゃなかったんだ。ミヤちゃん。あ、上白美也子だ。ってことはあれか。純也と一緒にいるやつか。なるほどね。宮田先生じゃって、あ、そっちそっちの可能性もあるな、確かに。じゃあ僕のことは今日からミヤちゃんって呼んでくれな。全然宮田先生のあれがわかんないけど、宮田先生、ミヤちゃんって呼んでくれっつって。先生、何したの。お姉ちゃんって呼ばせるの。宮田先生。順番に合わせて言われてるが、順番がわからない。順序よく、順序でなんか灯せみたいなこと書いてあったけど、順序がわかんないよな。そんなん聞いてなかとね。A、B、C。あ、てか、呼ぶか。もう、ともこちゃん。ともこちゃんじゃないわ。はるみちゃんの。先生。めっちゃ飛び降りるじゃん、あのバーバー。足腰元気。
何かあるのかな、順番を灯す順番のヒントかな。ヒントはアーカイブでみたいな、どっかに落ちて捨てたら厄介だな。あれ、ここって一人しかいないっけ。ももこちゃん、来とる？来とる。あ、ここで待っててくれ。で、最後に、そこだよな。車ある、用意されてる理由が、ああ、車もしかして、あ、車があるからあれか。あとで、ともこちゃん、みや、あ、ん？はるみちゃん連れてこれますよってことなのかな、車を。で？でんでんでん。何もクリアしない。何も起こらないんだが、いいのかな。鍵ってなかったっけ？あれ、鍵どこにあるんだっけ？あ、そう、鍵はあそこにかかってんだ。でもなんかあんのかな、これ以外に。ちょっと待ってな。順番に従って明かりを灯す。順番。あるとしたらこれだよな。この これ読んでないよ。アネタマに伝わる神話伝承、他の文献に残るものと根源的な部分が異なるという珍しい特徴が見受けられる。ん？よい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 。芸名は天降り立った祈り、火花さや姫を、みぞめ結婚を申し込んだ父大山堤信は大変喜び、姉の石長神を含めて送った。すると、やいやい芸名はさっきなんて言うんだ石長姫に込められた永遠の命に心奪われ、木花咲く、木花咲くや姫を送り返してしまった。花のような繁栄の願いを込められた木花咲くや姫を邪険にしてしまったせいで、やいやい芸名の子孫たちは闇に閉ざされ、二度と光の光を呼び込まなくなった。やいやい芸名って人が、つまり悪いってことね。
何かヒントになるものが必要なのかもしれないよな。それがここに落ちてる可能性もあるよな、十分に。もう灯したんだよな、もう灯したからわからないんだが。もうこれ以上変更しようがないんだよな、そういやな。先生、早く逃げよう。え？やば。また爆発しちゃうわ。慣れたモデル。まあ生きてるんですけどねって最後若干ね、よいしょってしてるか。あれ今これ何も書かれてなかったよね。生きてるんだって。死んでもどうせ。まあとりあえず生きてますって。順番か。先生、順番ね。まあちょっと待っててくれ。どうせ車流せば呼んでこれるし。一つ可能性があるのはマナジカの数だよね。これ4個だからな、マナジカな。ここマナジカ4個だから4番目ってことは可能性はあるよな。立ってるマナジカって言われたら違うけど、この推理いかがでしょうか。次がここだっけ。ここはマナジカが1個、これ1個と判定してみる。それか死人で、死人が何かを示してるか？なんか文章でさ、なんか確かに死人が何たるかんたって言ってたんだよな。でも死人が見てるのは、あれなんだよな。一個しかないんだよな。死人が見てる灯籠はね。1,2,3,4 立ってるマナジカと見ればよ、3つだな。
文書とか落ちてねえかな。アーカイブで、アーカイブをヒントにしろってあんまりない気がするんだけど、どうなんだろうな。まあそういうのも出てきてもおかしくないから、終盤にかかって、かかるにつれて。とりあえず道を開けよう。道を開けたところから始めます。うるせえな、おめえな。おめえ、うるせえな。こいつな。やば、変なところで負けんなよ。よし、オッケー。車の中に、ん？あ、ドラッグね。車に乗る。車の中に何かあったっけ？カセットテープ、あ、カセットテープ。あ、てか、いや、これは違うの。タモン先生の、あれなんだ。もしかしてか、タモン先生はそれをクリアしなくちゃいけない。それを見なきゃいけないとかあるかな。あ、これも、あれか、必要条件か。必要行動か。タモン先生の先のものを先にクリアするっていうのはちょっとあるかもしれないな。それを、そのカセットテープの内容を聞いてからみたいな。どうなんだろう。墓の数と見てみる。墓の数と見れば 1個だよね。ちゃんとした墓の数ってことで見てみればどうなんだろうな。わからないな。順序がな、判明してないからな。まだまだできないのかもしれないよね。クリアな。それかアーカイブか、調査不足か。ここに関しては、マナジカゼロだからな。A, B, C, D。A, E, C, D。まさかね。まさかね。まさかね、そんなことはないけどね。一応ね、B、C、D。まあ、これがダメだったらちょっと違うところをやらなきゃわかんないな。なんかアーカイブでその順番みたいな、死人が見てるみたいな話を確かに見た感じがするんだよな。忘れだわ。待って、せっかくここまで来たんだったらやっぱり、ああどうだろう、もうそっか、トールをつけちゃったからもう取り返しつかないよ。起き上がるの早っ。
これだと ACBD の、ACBD の順番で言ってんだよな。まあ、この ABCT は単純につけただけって、まあ、だと思うけど、一応ね。ACBD ね。僕です。どうも。どうもです。なんていうのか。深め。別荘あたり。24通り24通りやったらまあね。強いね、伝説のエクスカリバール。やはりこのバールただもんじゃねえ。銀行強盗もできるものはやっぱり安心する。これ一本で銀行強盗までできるって考えると難しくて、コントローラー投げてからゲーム1しました。難しい。あ、結構ね、めんどくさいしね。これは難しい、まあ、確かにむずいところもあるけど、めんどくさいが強いな、結構。はい。イベントが起きないところを見ると、順番が間違ってますね。恐怖を買っちゃうんだよな、すごい変。なるほど。怖いことは怖い。あ、でも気になるストーリーだからな、割とね。こういうお話ね。クリアしないと余計に怖くなりそう。よいしょ。何だったの？おっと。何だったんだろうって。怖いよね。俺セキロを投げたから説明不足でモヤモヤ感が恐怖心。ああなるほどね。確かに説明不足は確かに多いな。タモン先生なんかいけるとこないかな。あ、これいけんじゃん。これより子の痕跡を追う竹内は27年前に消えたはずの廃病院にと届いた。なんだっけ。あれか。消えたはずの村に、今度は消えたはずの病院か。タモン先生だって。タモン先生だな。地下で戦うやつだ、ね。アルバムを見つける。なだそうそうかね。アップアメリカ。やっぱこの髪型が安心するわな。毛量に物を言わせたこの髪型。この廃病院好き。なかなか味がありますよ。この時代って、この時代っていうか、なんか隔離病棟みたいなのって本当にあるんだなって。架空の病院ではあるのは分かってるけど、隔離病棟って本当にあるんだって感じがするわ。慣れるとこのステージでシビト使って遊んで煽り始める。うわぁ、この四足シビト本当に嫌い。気持ち悪い。
違う人で同じステージやるっていうのは結構わかりやすくていいよ。ステージがね、何個もあるよりだったらこっちの方がよっぽどわかりやすいわ。ステージいちいち覚えなくて。よくできてるよね、ほんとサイレンね。早いって機会ね。あ、決まりだもんね。サマンセクの人はもう鬼門に入っちゃったの、近日に。え、亡くなったの。先生、新作ではタモン先生は拝めないのか。2にまずいるかわかんないけど。あ、なんかある。金網屋、あ、これを取るようにしろと。なんだろうね、何かありますかね。空いてなかったよな、タモン先生の時。お前っち、お腹減ったわ。魔放送で須田と成田の中の人は揃ってたからタモンもいるところは見たかった。知らなかったって。俺も知らなかった。怖すぎる。悲しいね、タモン先生。須田と宮田の人って、そんな生放送、ああ、そっか、なんか、朗読会みたいなやってんの、確かに。朗読会朗読会。しかも4年前。へえ、そうなの、そんな最近なんだ。悲しいね。タモン先生の、ここになんか有名なの出てんのかな。あれ、これじゃないんだ。調子じゃなかった。2年前に SDK の役の人が言う、酔うやべで最後。生放送してる。へぇー、四つ目か。新作全然ないのに、未だに配信番組やイベントやってるのすごい。へぇー、あ、確かになんかそうだもんね。サイレンテンもそうだしね。根強い人気。中庭愛のか。ジェットマンっていう戦隊で新宿で蹴ってるあまりの明けっぷりに石投げるところがあるんだっつう。かわいそう。サイレン出身者の2の工藤拓海ぐらい。えっ、ピエールズって工藤拓海、斎藤拓海、工藤拓海、斎藤拓海出てんの2って。へえ、ピエールだけも出てんだ。主人公、へえ、そうなんだ。武器ないんだよ。今やウルトラマン。確かに。それは出世したな。
なんか長いものを手に入れてやるのか、はたまたそもそもタモン先生のあれはなんだ、アンのよりこの痕跡を見つける、メガネを見つけるかったんでしょ。大体特命の輝かしき月サイレンサンシャインサイトシンウルトラ私やってた、確かにそんなのあ、ホース3は未だにアーカイブしないからディスクそれとか、え、3ってあるんだ、サイレン知らなかった、2の間違いか、サイレン、サイレン NT みたいな、ニュートランスレーション、別に1のリメイクですよね、ニュートランスレーションってやつ、3は NT、ああはい、なんかあったね、サイレン NT、 俺もなんか見たわ、サイレン NT、おいおい、アルバムはどこだ、アルバムがどこかわかんないから何とも言えないけど、 USD 系がなんで中継回復したの、そうなんだ人が変わってんの、そもそも出てる人、SD キックさん、あ、え、あ、ん、メガネいいっすか、本当にサイレンス出してほしい、あ出してほしいよねこのこのあのもがいてる時にライトがチカチカするのは癖ですアルバム？煽り行為かななんかボタンカチャカチャやっちゃってピカピカピカってなっちゃうね、めっちゃ集まってきてる、うん、やめてな、そういうのアルバムか、この画面で皆から逃げる人は走れていた試しに逃げているかっつってあったあった、 OK なんだな、やることは。じゃあつまりはアルバムを見つけることを、ウィンカちゃん落書き、あんま橋を登ったらみんな追ってくる、追ってくんじゃない、どうなんだろうね、スコップ持ちながら登れないか、さすがに。怖い怖い、アルバムね、調子を使ってあのはしごてか金網の下のものを取れるのかどうかっていうところがいいのかな、んんんん、なんだ、確かなんか
宮田の時やったかなんだか、ここ開けるのが確か条件になったんだよな。サモンのなんたらかんたらクリアみたいななった気がするんだけど。あ、頭がいいね、タモンさん。さすが体格で。からの初見でプレイしたらまずこんな気づくわけすらない。それがまさか初見プレイなんですよね。ちょっと待って、どうすりゃいいの、でもちょどうすりゃいいのこれ、蛇口どうやって蛇口開くの2階に下からやるとか、水道管を叩くとかかな。痛いって。ここは水が出ない。開けたいのはここ。どうせ水道管を触りに行くとかな気がするな。ボイラー室とか開くっけ。ボイラー室、ボイラーじゃないよな。鍵かってって、もう鍵かってる。水道管を水が持ってるって、このサイレンスペシャルエディションです発売直前までったんだけど、2の開発が決まって中止になったの。へえ、サイレンスペシャルエディションもあるんだ。たくさんある。結構何かと決まってたけど出せずにいるんだね。じゃあドアに、窓に隙間がある。窓の隙間にホースを垂らすのか。繋がったね。あれもういない、あいつ。イージモード搭載でハードモードもあって。へぇー。放送もなかったりした。いちいちやんなくちゃいけないんだよ。大学でが何をやってるんだ。大学でが階段を上り下りを3回はしないぞ。だからせいちゃんびっくり、瞬間の視点で配役、配役出るとか見せちゃった。へえ。難しい。確かに誰かの視点とかで視界チャック禁止とかもできそうだもんね。やろうと思えば。まあ、セルフでできそうだけど、それは1かな。これでも。赤い水だ。2階第2病棟への鍵。ここかな。あ、元から開く。アンジュラブラの名産品、アセロロボット。そういう、実際そういうチャレンジもあった。へぇー。面白そうだな。でも、イラつきそう。トロフィー集めでしか、やんなそうだな。
フリーって無料のアルバムなんだ。この女、あ、まさか。一度見るな、オクラリーって幻のスペシャルエディション。オクラリーなんだ。なんでなんだろうね。開発が呪いか。でもあるよね、そういう話ね。開発してたら呪いかかったみたいな。今となって日の目見ることもできない。復活の時が近づいている。永遠の狭間で始まりと終わりは一つになる。ひゃ、冷たいって。うわ、なんか来た。ビビリスマスにして出てしまいました。お、なんだ、あまりの時計も違うんですよね。この人だけは例外。何年か前でスペシャル映像の紹介映像に行くのがあったんだけど、今探して作るんです。えぇ、ー、え、レベルなんで、なんで、え、なんで電信時持ってんの。え流したら血の分だけ。あいて今電子レンジ持ってたよね。なんで今電子レンジ持ってたの。うつぼうでなんかね、結構なんか神々しい雰囲気の中電子レンジを持ってきてるだけじゃないか今。電信者の配送教室なんかなって誰と一緒だ、クーは。お、ミヤコちゃんと一緒じゃん。来る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 。何がどうしたんだよ。アマゾンで買ったんでしょ。買ったから店に来たの。あの神々しい召喚のされ方でアマゾンで買った商品店に来る。ブレインの撃退。アマゾンじゃねえ。ブレイ。待って、やっぱりダメ。逃げても無駄。あいつらを束ねているやつを見つけて戦おう。束ねているやつって釣り場所を渡り、陽動に使える道具を果たす探す。おおか、まあ、とりあえず行きますか。じゃあね、もう今日やな、今日やくんはちょっとなあれだからな、武器がな、まあ、ヒカキボウ強いんだけど、あんまり自分もアマゾンで充電器とか買ったけど釣れたけあんな感じだったって配送業者大抵あんな感じでしょ。でもあんな後ろに神々しく手出てきたわ。ちょっと俺もあれやってほしいな。ヒカキボルグはあんま強くない。もう一個強くない。俺なんかライターを手に入れた。炎を起こして死人の注意を引く。結構早く、おいって結構早くて好きなんだ。ここはまあ湿っていて火が起こりそうになる。うん、まあじゃあみやこちゃんの塩対応で乾燥させるか。湿っていてってことはなかったことかな。おー、いるいる。ストーブね。なるほど。
おい、その言い方悪いことやめろ。あれ？こういう手に入れると。ってことね、これ。週刊、カス取り？なんだろうね。荒取り？カス取り？週刊カス66号、昭和75年？やば。怪奇、猟奇、世にも恐ろしい残虐事件、バツバツ村、33人殺し。ああ、なんだっけ、この村なんだっけ、名前忘れた。昭和13年5月21日に未明に起きた犯罪史上未曾有の大惨劇の真相を本誌が迫った。たった一人の青年がいかにして一晩で村を全滅に至らせたのか、何が彼を強行に導いたのか、徹底使いで謎を解明。なんだっけ、これ。なんだっけ、これ。ああ、名前忘れちゃったな。だよね、そんな話も。最後は平成が始まらないで昭和が続いてる世界。終わらない。終わらない昭和。昭和天皇が長生きしてるって聞いたのでしょうね。なんだっけ、サイレンスには令和は来ない。さっきの事件、名前忘れちゃった。ザマだっけ？違う、ザマは違う。ザマは違う。結構なんか変な名前だったよな、その村も。バリケードをこうやってこう動かすことですよ。どっこいしょ。なんかリアルな動きしてんね、あの内股な感じ。燃えるもんがあるだろって、この家自体ってことか。お前起きんの早く？あれ？さっきと同じ。あ、じゃあ週刊カストリ撮ってない、見てないわ。この家もエースとかっていう手段ってあるかな。集団カストリ見てくるんでしょ。カストリ撮って。いいじゃない、君の魂を燃え上がらすんだって。それで行くか。俺は、一体どこが燃えてるんだって。収容条件、急にパッて出てきました。燃やすと、ボクサー戦士、天使文句言われるもんって。ボクサー戦士、ドクロちゃん、おる。まあなんか家の中で湿ってるっていう話だからな。湿ってるって言われたら、屋内じゃなきゃダメ。あ、なんかある。三浜奈穂子の履歴書。履歴書、あの女、履歴書とか書くんだ。これなんか工場なのよ。なんか確かなんか工場。地図していろいろ探るといいよ、確かに。おおほうほう。タレントプロフィール、三浜奈穂子。東京都出身、昭和51年8月23日生まれ。身長158cm、87cm、57cm、86cm。三浜さんのいろいろあったからなって。あんな顔、こんな顔なの。趣味、モンゴル料理。特技、軽音演奏。何人だよ。主な出演作品、ハートはドキドキ、明日のマリコ、カメズリーラーメン、お昼のぷくもりワイド、シラの団らん、闇鍋奉行、忍法帳、ヒットマン、メヒョウ、
オーウェル料理探偵アヤコダークネスジャパン。遠征が約束されてるんだけど、ゲームのモデリング全然違うよね。愛在ほら釣橋佳境選考所休憩所アイデンボックス公衆電話港の車水たまり。この段階ではまだあれなんだな。そういやこの橋も燃えてない、志村さんを倒した時に橋も燃えてないし、ってことは港の車か、もしかして。ミハは一番かわいそう。こいつだけブレーンにならず、犬になっちゃうから。ミハはなんか一回だけ会って、そういうスルーしたな。なんかあんまり反応悪かったんだよな、ミハはなおかな。近寄ってもあんまり反応しなかったから。人とやらなきゃ。視界ジャックしとくか。もうこっち行ったら嫌な目に遭いそうだな。まああんまり分かんないときは恐れずに。どこも行くもんだわな。チャレンジャーだな。なかなかチャレンジャーだな。少しね、三浜さんの話重要なの。演じる、さし込む。ブレインになれないで犬になるってことは、なんか、あれなの。気づくよね、かい。逃げよ逃げよ。さあ、それで、これでブレインを探せってこと？炎、炎見てるやつ、いる？いなくない？炎見てる。あ、いた、一人見てる。一人しか見てないやんけ。芸能界で知識を得たけど、自然人気が低迷し、地方ローカルマークに戻るに。悲しい。リアル。この僕ら選手の車の先に、いいのは最近見てとっても勝つの。ああ、なるほどね。そういうことか。それで、ああいうことを用意されたのか。じゃあ、あいつが助ったから、こいつブレインだよな、きっとな。あ、逃げたら逃げたら。おらおら。皆さんが対戦しても未来、あれ、対戦した未来はあり得たかもしれない。ただ、それはあるかもしれないのか。サイレンは、そういう物語とか。あ、ちょっと、どこ行くねん。見失ったじゃけえな。早いって。早い早い。あんた早いよ。
ジジイの感じなんで咲く早すぎる。ちょっとジジイ定位置戻ったじいさんおとなしく殴らせるじいさんどうやったらおとなしく殴られるんだろう、これ殴れるんだろう、これ足止めするとか方法あるかな。こっちの裏から行くと裏登れないんだよね、これね。登れないわ。須田くんのあれだ、体力を戻してから行こう。須田くん、ダブル、時計ダブルでしたよ。違う、右側リストバンドだ。これ、イタリアの時間つって言って、やってくるかもしれない。須田くん。あっつ。こういうことかね。わかるなよ。普通に取れすぎたなかなか知恵を使ったと思ったけど、それ以上にこいつの速さが、ちょ、何なんだこいつ須田くん拳銃持ってないからきつくね。逆パターンなんてあるの？そんな。逆パターンがあるんだったら、ここで準備しとこう。たまに逆走もするんだ。もし追いかけないと、私を追いかけてタイプ？そういうこういう時にしかちゃうか。じゃあ戻ってるし俺とブレインの戦いなんだ。口を挟むな。あいつがいるとことが進まない。もう一回仕切り直しだ。早いって足の出来なんかあった気がする。なんだろうな、これな。どこ、早っなかったと思う。早くないあいつなぜここだけ妙にゲーム性を高めてくるのか。みやこに突っかえてくる。来た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 。普通に当たるし、そうでもだってもうね、ちゃんとこれ、まあ、回り道。いや、いけないんだね。
倒しましたね。きたーって。パチパチ、ありがとうございます。倒せましたね。でも2時か。村ごと私たちがこの世界に取り込まれたんだ。ここは現世でもあの世でもない。どちらとも地続きの場所。どうしたんだよ。どうしよう。逃げ場なんてない。今さら何言ってんだよ。この村嫌いなんだろ。確かに変な奴だと思ってるけど、こんなとこにいたらそうなるのもしょうがないと思うよ。一緒に頑張ろう。そんでこの村から逃げ出そう。いいやつじゃん。何からもさ。お前じゃなくて須田京也。京也、ありがとう。いい子じゃん。昨日のお返しだよ。お、怖っ。お、ナグタミヤコだろ。確かに。フランクンシュ、あえて。仲良くなった瞬間、すぐ、兄としての威厳をすぐ守りに来たね。ちょっとね。ミヤコには手出させんよ、つって。あ、これ別に関係ないか。誰が、どう思ったかわかんないけど、笑顔で撃たれるのこの村の掟。そう。嫌な掟があるな。あ、そうですか。霧が深すぎて妹とあの深くの高さが分かりづらい。確かに。あの、確かに分かりづらいよね。どんぐらい落ちたんだろうね。さっきどこで落ちたんだ？さっきここら辺で落ちたのかな？もっと先だ。ここら辺で落ちたんだろうな。ここで落ちて、ここで生き返るんだ。生き返るとかの話は分かんないけど、特に。だって、これ1日目、2日、1日目は全部クリアかな？これで。次は、高藤玲子。あ、これ、高藤玲子かよ。またこの女か。あ、で、この女はあれだ。そうだ。順番がわかんないから、やんなくていい。落下して頭を強く打っただけさって須田京也のさっきのシナリオか。夜が明け、霧の間から村の全景を見る京也と都、空と海に海面をつなぐように光の足が伸びている異様な光景に戦慄する。見えない何かに激しい恐れを抱く都。さっきこのストーリーやったんだよな。ちょ、これちょっと第二条件行くか。順番はジャックし、してればいいんじゃないって。くれ、くれ。あ、そうなんだ。くる、くる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 。どうしたんだよ。この子なんだっけ、あの最近のあの子に似てるよね。なんだっけ、あの38口径警察署。さっき SDK と宮子が見た光の柱は久子さんが見たアマゾン業者なんです。あ、なるほどね。なかなか盛大なものを見せ出せる。やっぱりダメ、逃げても無駄。あいつらを束ねているやつを見つけて戦おう。あ、石田哲夫に罠を仕掛ける。石田哲夫に罠を仕掛ける。誰、石田哲夫が、石田哲夫がまずわからないわ。さっきのあれかな、宮子の兄を自称してる男かな。最初の警官、最初警官役いた、ちょいちょい出てくる警察の人、え、誰。Ugh!
てか、須田くんもう撃たれてない？なんか胸に傷があるような感じするわ。了解、射殺しますって言うとゲームボードで SDK を銃で撃った警官。え、全然覚えてない俺。待って、やっぱりダメ。撃たれてるよね、確かに。確かに須田くん撃たれてるよね。どこで撃たれたか覚えてないわ。これ見て、一回これ見ていいですか。パンクしたマウンテンバイクの傍らで途方に暮れる京也、奇妙な物音に惹かれて川岸に飛び出た京也は犬を連れた不思議な風貌の少女宮子と出会う。ちょっとここくらい確認した方がいいわ。懐かしき、あの時これ最初見たっけ。あの人か、シビットになってる人。なんだあれ。あ、な、確かによく見てれば何やってんのこれ。誰？あ、いいってそっち飛ばなくて。なんだこいつは、こんな夜中に。お前もだ。トリック、こんなの。あ、マッキーもいるし、さっきのやつもいるじゃん。陽気な宴会。あの子だ。え、マッキーとあのなんだなんか改めて見ると気づきがあるな。え、誰が見てんのこれ。 なんだこれ。あ、この人か。なんだよ、なんでこんな。画面明るい。最悪の夏休み。わあ。ここ覚えてる。わあっつっての覚えてる。なんだなんだって言って始まったの覚えてる。ちょっとじゃあ高藤でクリアしちゃおう。シビトがなんかやるっていうのは確かにね、見てたんだよ、なんか見たんだよね、確かに。やっぱその通りってのか。先生、あ、詰まりかかってたかな、これ。今の警官さんが石だったんですよ、なるほどね。まずこいつを見てみる。ちょいちょい出てくる。なんか私警察はいた感じしたなと思ったけど、この人はあれ名前あったんですか。あと一人視界ジャックできるはずだが、誰かわからない。ネタミッションで職でなく、あー、はい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 、あの人も、あの人がさ、徘徊したやつ。誰かが何かを見てるって
この、このね、灯籠で何してるかを見ればいい。状態内にさっきアルコール貼るって言うのは染みてないやつですよ。へぇー、ちょうるさい、全体全体的にうるせえな。なんで石田さんが染みとしよう。なるほどね。ヒントがあったんだ。さっきの木見てる感じあるよな。あそこの木見てくるか。ファクトルに印がある。いやいや、あ、これはワシのマーク。ワシのマークの対象勢力ね。切れてる。キーみたいなのかな。はい、行きますか。とりあえずつらい道を選ぶのか。いやでも、はるみちゃんはこの崖をも超えるような存在になりたいと思ったのかもしれない。灯籠ね。さっきやっぱりこの木を中にろうそくが立てられる。こいつはなんか瞬間は放置ええのとかって、瞬間どうしようかなと思ってる。なんかこいつはなんか変なマークしてるな。竜っぽいマークしてる。はるみちゃん最後来いってやるのめんどくさいから今一度行ってこようって。意外に可愛い声。おほら、ほら、こういうことが起きる。女、子供に一人旅をさせるなと。よし、優が掘られてた。あ、どこ、なんかこいつもさ、自然にこのマークを照らす。なんか、チカチカしてるもんね。マークだけ。他の3つは朱雀玄武。ああ、そういうこと？
西の白光。これ何これ。これなんだ。ドラゴンかな。これ。え？でも俺わかんないわそれ。順番がわかんない。白髪中みたいな感じ？白髪中みたいな。北の青龍、南の白虎、東の朱雀に西の剣舞みたいな、そんな感じなのかな。額がないからわからない。なんかそれ説明あるかもしれないな。エジソーチャー B プロでその辺鍛えられてる。あ、わかんない俺。俺令和生まれかもしんねえわ。令和ボーイ。そこら辺わかんなきゃあれだよね。そこら辺説明があるは、あるのか。じゃあ全くそれ知らないな俺。順番こんなことは日本史取ったけどよかったな。あ、ウツボ船って見てなかったの。そういうの。ある日村人たちは河原にいると、川上から船のようなものが流れてくるのが見えた。不審に思って河原へ引き上げてみると、その船は湾にガラスの蓋をした奇妙な形であった。皆が立ち寄って覗くと、中には異様な風体の女がいた。その女は眉と髪の毛が白く、目は赤みがかかっている。言葉が待って通じないため、どこのものかは皆目わからない。脇に抱いた子は大切なものらしく、少しも話そうとはしなかった。ちなみにウツボ船には奇妙なバンジが多く見られたという。じゃあこの向いてる方向違う。他のやつら誰か見ててからちょうどよく。いいね。見てるけど見てねえじゃねえかよ。で竜がいることは分かった。そっからだな。そっからどうすればいいんだって話だけど。東西南北ではなく、東西南北。東西南北。白髪純。東西南北ニュース、つまりそのあたり。
いや、24通り、俺は、俺24通り試せということか、これは。これは？ちっちゃくて見えません。うん。マジちっちゃくて見えないんだか。なにこれ？ちょっとこれ、ちょっと、誰か、レイコの視界ジャックしたって見えないから。ニュース？ジャニーズ？そういうこと？ニュース N 東西南北呪白発春何回見てる第3日の行動なんだ。結構遠いな、これな。東西南北 NEWS。これは鳥、巣族。竜と鳥俺の消えとらかって必要経費でこういうのを経費で落とせますよってこれなんだこれ何全然見えないんだよこれえこれ何あ分かったところで何もないけど何これ分かんないなぁなヒントが確かにねこれなんかねあれで見たなんかどれかの書にあったねケルビンは人間獅子牛わしの顔を持つ天使あそれが象徴なんかのアーカイブに確かになんか書いてたんだよねなんかどんなアーカイブだっけななんか書いてたんだよなぁ。高藤玲子。これは玲子先生のあれだもんね。記事だもんね。来訪神の意向を称えた歌が示されている。聖歌集なんか、あ、書いてあるちょっとギリギリ 見えるかもしれない。いや、これ書いて、この書いてあるよね。え、これ、見えないのこれ。あ、えちょ、これ、大きく表示はできません。一つには、なんたらし、いや、知行の知性のわらじ。いや、わからん。ケルビンの探偵はケルブ、つまり都の犬の名。あ、そういうこと。ケルビムってつけたのは、その顔を持ってるから。これ有識者に聞かなきゃダメかもしれないな。これ、俺じゃ解けないかもしれない。有識者の方いましたらね、遠回しに。灯籠には人間獅子、牛の、わしの印があるってことだ。なるほど。その順番でいけばいいのかな。
人間獅子牛は死。よく見ればこれは人と人とが支え合っているように見えるじゃろって、これは人の語源なんだって言って、ってこれは何これ、本当にこれ何、巡礼徘徊の、ああわ最悪この女、この女って、はるみちゃんを女として見るなって言われそうだ。なるほどね、人間獅子牛わしでは巡礼徘徊の順なんだ、徘徊徘徊徘徊、額がないからわからない。そういうさ、なんか昔ながらのさ、昔ながらっていうか、なんかそういうの見ちゃうとさ、俺もう頭混乱しちゃうよね。これは？これが、これも獅子？これなんだ？これギリギリ、ギリギリ、ギリギリ牛？いや、これギリギリ、手配がしてるんですよ。そいつジャックして順番覚える。あ、そういうこと？なるほどね。あ、だからさっき、あれなんだ。はるみちゃん、捕まったのか。あそこにいれば基本捕まんないよと思ったら、捕まったからな。なるほどね。そう考えるとすれば、一番最初は、ここか。なるほどね。そんな、徘徊の順番とかってあるんだ。全然知らんかった。これは俺の知識負けだね。ゲームに対する。基礎知識の負けだったね。新エンド条件だからほぼノーヒントで、え、そうなんだ、やば、恐ろしいことしてくるサイレンね。こいつか、徘徊してんの。なるほどね。あれなんだ。灯籠、まあ、灯籠っていうか、まあ、これは護身仏と見て、ナムナムって。確かにさ、なんかで見たんだよね、アーカイブかなんかで。なんか一人の、なんかあいつが言ってる、なんか見とけみたいなことをさ、何かで見たんだよね。それをゲーム中で見てさ、ここそれでクリアするんだなーつって言って話してたんだけど、その日何も起きず、ろうそくがまずなくてクリアできなかったんだよね。作れたな。もともとこのサイレンはクリアしただけじゃほぼ意味わからん。だよね。それはありそうだよね。後で、まあ、考察とか見ようかと思ってるけど、本当の全くの知識知らないからね。この前さ、なんか
なんかあのツイッターで須田くんが冥界入りしたっていう話を見て何言ってんだって思ったの。冥界入りすることは分かったけど、冥界入りが何だか分かんないから、まずね、冥界入りがまず何だか分かんない。なんで SDK って言われてるのかもわかんない。どこで撮って SDK なの？あ、SDK ってあれだわ。須田京也か。最初に書いてたブル書いてたから、そのハンドルが、あ、なるほどね。ナムナムしとる。あ、それなんかブログ見えなかったんだよな。そうそう、サイレンティーの方じゃ主人公は見えなかったから、その影響で SUSDK。 ああなるほどね。へえ、ユナイテッドステイト京也みたいな感じなの。だってなんでわざわざ NT 外国人なんだ。制作者曰く、ユーザーみんなでワイを謎解きたくて明快な解説してない。はあ、なるほどね。まあいい、謎が残るぐらいの方がゲームはちょうどいいわ。じゃあ今年の明快で言われてなかった。明快って何なんだろう。須田くんは冥界入りという何かを遂げるんだね。つまり一回毎年イベントやってた。まあ確かに再伝点やってるから、そういうことそんな感じなの。サイレンファンによるね、一応の持つ怒り。へぇー。まあ、やっていけば怒りの意味がわかるな。今から来年の怒りに向けて準備しなきゃって。そんな大ごとな。もうサイレンの世界じゃんそれ。これもなんか村のあれっぽいもん。そういう感じの祭事みたいな話だもんね、きっとね。これ何も起こんないけどいいのかな。どうなんだろう。なんか起きる気がするんだが、間違った。サイレン2は武器の数増えるから、敵の武器増えるから、ああ、へえ、そうなんだ。サイレン2ね、買ってきてますから。買ってきてますから、買いましたからね。高騰しないうちに、変えたら、変えれたらと思ってたな。
生、何してるの？結構高い、高かったね。まあでもなんかすごい、なんかプレミアム価格のイメージがあったから、なんかそこまで、まあ、4000円ぐらいだったからまあ良かった。プレミアムで行ってんじゃないかなと思ったけど、案外違った。本当に行こうとしてる。ああ、プレツがね、プレツ買っとかなきゃな。でも3時じゃん。気づけばもう3時だし。うるさ。ゲームだけでは PS や PS。あ、そうなんだ。ああ、1ね。1位は俺、これ、あれだ。DL 版だ。え、PS 版できんだ。あれ、全部つけたって。え全部つけたかったよ。あれ登録、4つだよね。コンティニューじゃないよ。それだっけ DL 版出たのよ、謎。確か。DL 版ね、出してくればいいね。正解だと専用ムービー出るよ。マジかよ。これだけクリアして今日寝よう。少なくともあの順番、一番最初わかんないよね、あのやり方だと。誰、どこが一番最初なのか。あのばあさんが一番最初のやり方をどこにしてんのかがわかんないからな。まあ、順番はわかったな、とりあえず。1がどこかわからないけど、順番はわかった。すぐにジャック。すぐにジャック。どいつだ？お前か？ここが 1？ ここが1か。やばい、スイッチ蹴飛ばした。よいしょ。サイレンツ。キャストの名前書いてないの？あ。これが、これ斎藤拓実か。地図入ってる、サイレン2の説明書の中に。ゲームまた増えてきた。また買いに行かなきゃ。ゲームの子供夫婦はさ、どうしたらいいんだろうね。なんか
棚にさ、飾っておきたいなと思ったけどさ、増える一方でさ、最近ケースに入れるんだよね。センスは自分の現在地をさ、便利。これが2番。A。順番としては C、D。火つけると思ってない、まさかあんた。先生、してるの？ C、D、B、C、D。 まずここゲームの棚だせ、まあ、部屋が狭いわけじゃない、まあ、なんかさ、引っ越しとかするときさ、なんかゲーム棚とかさ、あのめんどくさいんだよね。だから大きい棚買えないでいるんだよね。本もあるしさ、まあ、最近本、漫画本買ってないけど、ここで今さだけ4人で石碑倒してるよね。倒してるはずだよな。それね。そういや俺確認せなかった。あ、失礼してる。よかったよかった。それが前回それでね、できないってことを判明してね。今日、石碑た、そもそも石碑倒してなかったって思ったし、ろうそくを見つけてなかったし。あれ？もしかしてさ、これ、これさ、今日、志村あきらで倒した、志村あきら、オンダリサ、で2人で倒したんだよな、今日な。これ倒して、あと誰倒した？誰か、タモン先生だったかの時倒した覚えがあるけど、あと1人、まだやってないってことある？何も出てないって可能性ある？それで、SDK。SDK で、あれ倒したっけ？あれ、そもそも俺、条件が揃ってない。いや、覚えてねー。そもそもリンクが出てなきゃ意味出てないっていうのが、リンクが出てなきゃ、もう順番教えたろかって、ちょっと教えてほしいわ。そうそう。それでできなかった時で試した方がいいね。時間やりすぎてるからちょっと。DABC。D。いきなり、いきなり間違ってる。なんか多分俺いつまでたってもこれ分かんなかったわ。先生、何したの？
昨日とか一昨日とかも含めここで迷いすぎてる本当に。D、A、B、C。 D が一番最初ということは、 D が最初ということは A を全部やって B も全部やって C も全部やるから、3、2が6で6、7通り目くらい、どっちが早かったかな。これムービーで長かったら誰か倒しないってこと。ああそうだね、それいうことなの。いやーそれはないでおいてほしいわ。A、B、C。総当たりしてたら、そうやでもマジで多分総当たりしてたろうな。本当に分かんなかったら。そういうあれだから。なんか前もそれで当てたもんな。フォールアウトだったかも、それで当てたよな、一回な。総当たりは大事だ。これは最初からっていうのが嫌だよな。A、B、C、OK。2は条件達成時点でセーブしてされるから終わるまでなく、楽。2の方が、やっぱ親切だな。まあでも1もやっぱ、まあ1のがあっての2だからな。まあどんな話なんだかな、2は。この続きとは思えないけど、まあ、これはどうやって終わるのかかな。まず予想できてないから、そこからだもん、2を予想するよりも。でも今、9キルぐらい達成してるからな。9キルじゃない、4キルぐらいしてる、されてるからな、こっちな。人間側な。でも、死んだ人間生き返ってるからな。なおさらわかんない。時より、よりここ時よりな、復活してるからな。会ってくれー。あっ、ありがとうございました。あれは、あま天地救、天地救いの伝切る、キルデン車からカセット拾ってる。車からカセットはあれですね、元の時に最初やった時に拾ってました。羽生田弁伝わる聖典、楽園を守るという聖獣の伝承が、別に遅いよこれコルデンス、キルデンのこと
燃え盛る炎の剣ともに楽園を守るし、天の獣あり、獅子の層、幽牛の層、人間の層、わしの層に四対の羽の姿に警備。ああ、なるほどね。あ、これか。遅いよ、これ出すの。これを見たところで分かんないと思うしな。死人の視線を見るっていうのがちょっと。先生、何してるの？どこが1か分かんないよっつってずっと喋ってたと思う。で考えるとまあ4通りぐらいの時間がかかったってことかな。まあ同じぐらいの時間と見ればいいでしょ。でも死人を見るってどこで見たんだろうな。だったらなまじで死人を見るっていうのは確かに何かに書いてあったんだよな。じゃあ疲れてみて無理勝手する。もしかして本当うるさい。本当びっくりするやる。あ、こっちどうもです。2回目どうもです。また車上話ですか。違う。いつも車上話のシーンを見てしまうのと、あまりしません。1配信に1回あるかないか。二度とこのシーンを見たくないね。まだ先生が爆発しておられるぞって。でかんって。みんなさんを生き返らせるために先生は爆発しました。あ、そっか、寝てると分かんないのか、この子。六角レンチで何するんだ。これは私の血の杯、罪の許しとなる永遠の契約の血。ごめんね、こうするしかできない。せっかく綺麗だったのに。この血 SDK 不死身。なるほどね。宮子ちゃんの血が何かヒント。まあ、てか赤い水が流れてんのか。つまり美和子ちゃんの雨が降ってるってこと。やだな。お、マッキーじゃん。3日目。さて、まあ、今日はこれぐらいか。なかなか進みましたけど、初日はと第2位までは全部ほとんどクリアしたな。前田智子のこれはちょっと残ってるけど、まだこれは分かっていない。津田京也の2日目の一番最初は残ってるかな。だんだん近づいてるかね、クリア。頑張ってねって、ありがとうございます。結構アーカイブも揃ってきてるからね。ちょっと揃えたいよね、取れるとこね。ということでね、今日はね、終わりたいと思います。またね、次回ね、クリアに向かいたいと思います。まあ、休み中にクリアできるかな。おつーつー。おつーどもです。おつーつー、ありがとうございます。また明日。明日？明日はやるかわかんないけど。
次回ね、やりたいと思います。僕夏もね、じきじきやっていきます。お疲れ様でございます。